船長たちが回ってる時に高根類もなんかあやめ先輩となんか回ってるのが遠くから見えたんですけど、このライブ幼稚園のマリンのさパネルをさ一生懸命パシャパシャ撮ってんの、本当に時間なかったんよ。我々もパネルにサイン書いたりしてたんですけど、もうどこ行っても時間なくて、マネージャーからすいませんマリンさんあと1分です、あと30秒です、はいもう終わりです、すいませんけどはいもう終わりです、撤収撤収みたいなくらいに時間がもう全然ない中、なんでマリンなんか撮ってんのってマリン撮ってる場合じゃない、高根類お前はサインも書かなきゃいけない、メッセージも書かなきゃいけない、自分だって写真を撮りたいはずなのに、なんでマリンの写真撮ってるんですかって感じで、その時なんかすごい好かれてるって感じがして、マジでときめいちゃった、うん、その後はね、高根類のね忠誠心にね敬意を示して頭をなでなでしましたよしよし、そんなにマリンのことが好きなのか、なでなでってしてたら、ボタンさんのラーメン食ってる時に向こうの方のテーブルからおずおず近寄ってきて、マリンのステッカー出してきて、すいませんマリン先輩この裏にサインしてくれませんかもう一般ファンやお前、一般のファンになっちゃってるじゃんって思ったけどね、船長ね好きになってもらえるのすごい気持ちいいからね、かなりときめいちゃったね。